のヤクト動画 VS マリーダのクシャトリアだとどっちが勝つ？に対する反応集をお送りします。描写で判断する限りデュネイだろうな。アクシズに気を取られてたとはいえケイラノリガビも瞬殺してたし。機体のスペックはクシャが上だと思う。ファンネルの数も圧倒的に違うし。覚醒前とはいえバンシーの足を燃えだクシャトリアマリーダがヤクトデュネイごときに負けるはずがないわけで。これはデュネイ。1話のスタークジェガン戦見てるとブースターでジェガンの勢いを弱らせるような判断もできるし、マリーダさんはパイロット技術も高いって思うんだよね。パイロットは後から強化されたデュネイが上、機体はコンパクトクイーンマンサでやはり後から作られたクシャトリアが上。所詮強化人間はニュータイプ未満一般兵以上で性能的にはデュネイの方が安定性が増した程度。一方モビルスーツは総水用には性能不足と判断されたバランスの悪いヤクトとユニコーン時でもユニコーンやシナンジュを除けば圧倒的な高性能を誇るクシャトリアじゃ話にならない性能差。パイロットの差より機体の差の方が大きいだろうからクシャが勝つんじゃないかな。パイロットの実力とか素質とかニュータイプ能力の比較ならともかく、モビルスーツ世代の違いに加えて対ファンネル戦闘のノウハウが確立された上で近接戦闘もいけるマリーダさんにどう勝てというのか。パイロットの腕マリーダデュネイ、機体の性能クシャトリア役と、強化人間としての能力デュネイマリーダだと思う。デュネイは地味だけど確かな強さがあるし、マリーダとどっちが強いっていうのは判断しづらいけど。量産可能な強いモビルスーツと少数で多数を支払えるだけの戦闘力を求められて作られたワンオフ機の性能差を覆らせるほどの差はないだろうから、まあクシャトリアの方が強いんじゃないか？そもそもデュネイヤクト動画ってアムロのリガビに追い詰められてたりもするし。デュネイは核ミサイルをピンポイントで破壊したりニュータイプ的な技量はかなり高い描写はあるんだが、何せ強敵に勝ったわけでも死に様が凄まじかったわけでもないから判断が難しい。マリーダはダブルゼータの頃から実戦も積んできてるしジェガン、リゼルに囲まれても無双してる。クシャはファンネルだけでなくアイフィールドも持ってる。クシャのアイフィールドって XS みたいにコックピット周辺をカバーする程度の描写しかないから大きな優位にはならないと思う。マリーダはダブルゼータの時代からずっと実戦に出てたわけじゃないだろ。逆シャー後にジンネマンがマリーダを引き取ってるわけだからダブルゼータラストの戦闘以外は拾われるまで戦闘経験はない。さらに逆シャー後は戦闘自体が少ないこともあって実戦経験豊富とは言えないだろ。ま、マリーダさんがモビルスーツに乗るのは人手が足らない時だけだから。そもそも、デュネイが勝つ描写が描かれるわけがない。あいつは一生勝利することがないキャラだ。パイロットとしてはデュネイの圧勝だろ。機体の性能差で勝負にならなさそうだが。戦闘経験はデュネイも逆者以外ではほぼないだろうから、実戦経験の比較ならデュネイとマリーダは大差ないと思う。強いて言うならアムロという超エースと戦った経験の分だけデュネイが一歩勝る程度。アムロに何もできずに殺された経験が何の役に立つ？第二次ネオジオン戦争を生き抜いて、ラプラス争奪戦に絡んでユニコーン、バンシーと絡んだマリーダの方がそれこそ経験は優れてるよね。デュネイの良さは強化を弱めにしてるから、小隊長としての指揮能力もあること。純粋なパイロットとしてはマリーダだけど、軍としてはデュネイが欲しい。クシャトリアの性能分マリーダが有利かなぁ、と思う。デュネイは確かに完成型の強化人間だけどプルシリーズも強化人間としては安定してる部類だし。クシャトリアは限定的とはいえアイフィールドがあるしあのバインダーもなかなかの防御力出力と水力で引き剥がしつつ拡散メガ粒子砲とファンネルで消耗させていけそう。ヤクト動画の方が決め手にかける分不利かな、と。デュネイってジェリドにも満たない微妙な感じのキャラだと思う。勝てる描写が全然浮かばない上、もがくだけもがいてるだけって感じで消えそう。そもそも無言で死んでいったやつと、主人公の未来を切り開いたマリーダさんとじゃ。デュネイの実戦経験の話をしだすとネオジオンのニュータイプ研究所がどの段階で動いて、デュネイはどういった経緯で強化を受けたのかって話になるからそれはもう妄想の域にならざるを得ない。マリーダはシュミレーション上がほとんどかもしれないけどプルと同程度の能力は間違いないわけで、そこから袖付きでブラッシュアップされたなら相当な技量では。パイロットとしての腕前はデュネイだろうが、オカルトパワーではマリーダさん、その辺、デュネイは安定しすぎている。機体性能もクシャの方が高いので、最終的にはマリーダさんかと。物語的には、最初はデュネイが押していているが、終盤オカルトパワーを爆発させたマリーダさんが逆転、そんな展開になるかと。
パイロットの能力はデュネイだろ。クシャトリアとヤクト動画の性能差を覆すほどデュネイが上回っているかという議論。ロンドベルナンバー2のケイラを一瞬で仕留めてたし、デュネイじゃないかな。クシャトリアはジェガンがまともに戦えてなかった。ロンドベルナンバー2のケイラって、もしかしてロンドベルをエースパイロット部隊だとか思ってるのかな。アムロが凄すぎるだけでロンドベル部隊のナンバー2じゃゼネラルレビルにいるリミッター外した特務機部隊の方がパイロットとしては上やで。そんなレベル。そもそもケイラはオールドタイプ。そのエース部隊でもないロンドベル所属のオールドタイプが乗ったジェガンといい勝負するマリーだ。確かにデュネイはヤクトでロンドベルのジェガンをポンポン落としてたのに対してマリーダはクシャに乗りながらもたった3機に割と時間かかってるんだよな。ロンドベルがエース部隊なのは間違いないよ。経験豊富で最前線で戦えるパイロットを集めた部隊がロンドベル。一方ゼネラルレビルはトップエースを集めた強さの象徴たる部隊。ゼネラルレビル隊より劣るからといってロンドベルがエース部隊じゃないわけではない。デュネイはとっさに発動したフィンファンネルに反応して落とせてるけど、クシャトリアのファンネルの数が団地なのが辛いところか。10機以上同時に使われたら防戦一方になりそうな。クイーンマンサを性能そのまま小さくしたようなクシャトリアにヤクトで勝てるビジョンが浮かばない。ザク3に乗ったマシュマーかゲイマルクに乗ったキャラなら圧勝できるだろうけど、デュネイって安定第一であそこまでむちゃくちゃな強さしてないからな。いい勝負してギリギリ勝てるかってレベルじゃね。強化人間は安定性が一番大事なんだぞ。中途半端な強化人間は戦闘途中に使い物にならなくなることが多かったからな。性能だけで言えばかなり初期の強化人間もオールドタイプを軽くひねりつぶす程度は十分にあったし、逆にどれだけ強化しても主人公勢に勝てた強化人間がいないことから真のニュータイプには勝てない程度にしか強くはならない。安定しない限界まで強化した強化人間もパイロットとしてはせいぜいオールドタイプに圧勝できる程度でしかない。イメージとしては、クシャはファンネル特化の機体で、マリーダの技量でなんとなくオールマイティに戦えてる。ヤクト動画はオールマイティな機体で、デュネイがそこそこな強化人間だから、それなりにファンネル使えてる。スペックはクシャがいくらか上だろうけど、戦ったらなんとなくヤクトが勝ちそうな気がする。強化人間としての性能はデュネイの方がはるかに上だが、戦いの駆け引きに関しては経験の差でマリーダが上回るイメージ、勝敗はクシャトリアの整備状況次第かな。マリーダはそんな経験豊富じゃないぞ。経験値的にはデュネイドどっこいか下手すやデュネイの方が多いくらい。プルシリーズは厳密には強化人間というより人造ニュータイプ、オールドタイプに後天的な処置でニュータイプ能力を与えた強化人間と違い。プルシリーズは遺伝子レベルでニュータイプの素養があり、おそらく強化への親和性も高い。さらに工事に耐える特殊な循環器系や高速思考が可能な神経系なども備えるキメラタネ。ニュータイプ機で最も扱いにくいとされるキュベレイ系を即座に扱えるあたりニュータイプ能力は相当高い。第一次ネオジオン構想時は体が未完成で実戦経験にも乏しかったが、ほぼ成人でそれなりに経験も積んでいるであろうマリーダならデュネイに見劣りする要素はないんじゃないかね。もともとニュータイプの素養のあるプルのクローンでさらに強化したマリーダと普通の強化人間とはいえ後発で完成度の高いデュネイ、強さは同じくらいでいいんじゃないの。ケイラノリガビとナナシのスタークジェガンではどっちが強いかだよな。さすがにケイラノリガビか。少なくともデュネイは普通のジェガンは全く寄せ付けない強さだったし、スタークジェガンが相手でもマリーダほど手こずらずに倒せそうだと思うけどな。どうだろうね。ケイラよりあのスタークジェガンの方が強い可能性もある。あの動きはどう見てもニュータイプと戦ったことがありそうな感じ。でなければタノニキと一緒に爆散してたろうに。それにデュネイではバンシーに傷一つつけられずぶっ殺されてたろうし。ヤクトとクシャトリアの機体性能差は決定的でもないと思うけどな。ザク3回でクイーンマンサを圧倒することもできたんだし。